1月14日木曜日朝6時48分のボンポイントは、正面から強烈な温床が吹きつけてきますね。その強烈な温床に波も潰されて完全に風クローズですね。ボンポイントの右も今風で体が吹き飛ばされそうになりましたが、強烈な温床を正面から吹いてますね。風クローズですね。気温は12度ぐらいありますが、体感はもうすごくそれより低いですね。寒いですね。風はピュンピュン正面から、カメラのマイク部分を手で覆ってますが、手を外すとこんな感じですね。立っているのも大変です。道路にいた谷くんをここまで移動させました。ここなら車に敷かれて潰れることはないでしょう。潰されることは